留め具にリボンを通してよし、これは首から下げて胸元にでも押し込んでおきましょう。これだってもはや一つも信用できない。だけど本物でも偽物でもあの夏の日へつながる唯一の物質よ。どちらにしても私はこれを手放すつもりはない。さて、情報を整理しないといけないわね。私を出し抜いて心を操るなんてよほどの腕がなければ自殺行為にも等しいはずよ。なのに純粋な腕でもってレベル5を相手取り、なお不敵に笑っていられそうな人物といえば、ああいたわね。そういえば何の能力も使わないくせに私とほぼ同じフィールドに立っている統括理事会のブレインってやつが、同じ時間を共有してかつそれを悪用する具体的な技術を持った人物。そいつは雲川セリア。ってかっこよく叫んだはいいけど、この山道を引き返さないといけないんだったわ。待ってなさいよ。もう必ずこの手でぶん殴ってやるんだから。さて、トラップを避けてベランダからあの女の根城に侵入したわけだけど、ずかずか踏み込んでも音沙汰なしってことは留守かしら。それとも隠れて不意打ちでも狙って。おいおい、いきなりご挨拶だけど、名門常盤台のお嬢様というのはみんなそんな感じなのか。無数のリモコンを振り回して好き放題する相手に対して目に入る場所に立ちたいと思ってはいないだけだけど。どうして私の接近力を予見できたわけ。自宅の周辺に勝手にカメラばらまいて自作の防犯網を作っているからだけど。お前、人の心にはめっぽう強いが機械には弱い人間だからな。さて本題に入ろうか。何をしに来た。一応こちらは土足で踏み込まれて苛立っている。1年前の夏、あれは私と彼の話だったけど、あなたと彼も一部重なっていたはずよね。そのあたりについて改めて話を聞いてみたいのよ。それなら電話はなしだ。そんな軽い話じゃないけど。あなた私の前には立ちたくないんじゃ。立ちたくないけど、だが仕方ないだろう。彼の名前を出されてしまったら。で、彼の話というのは。全部。お恥ずかしいことに、私は今自分の記憶が正しいのかどうかに自信力はない状態になっているんだぞ。だけど同じ過去の時間を彼と行動を共にしていたあなたの証言があれば参考にはなるんじゃないかしら。なるほど、それで私が疑われたわけか。だがその質問には意味がないけど、私の事件をお前は知らないし、お前の事件を私は知らない。なら答え合わせは成立しないけど。この防災ホイッスルに心当たりは。第七学区ならどこでだって配っているだろう。防災訓練のたびに渡されるからいい加減ダブついているけど。となると他に頼れるのは彼本人しかいなくなるのよね。ただまあ無理だろうな。彼の記憶がどうなっているかはお前もよく分かっているはずだけど。彼も雲川セリアも当てにならないとなると、もうあの過去を証明するものなんてどこにも。別の切り口から攻めてみてはどうか。能力にせよ技術にせよ機材にせよ、お前を騙し寄せるとしたら相当専門的なものだけど。能力はないわね。そっちで私が出し抜かれることはありえないわ。まだろうな。
そしてお前には決定的な弱点というか死角があることを先ほど指摘したわけだが、覚えているか？はい。だからお前は人の心に強い代わりに機械系にはめっぽう弱いだろうけど、人の心を操る機械を使われた時はどうなるんだ？いるんだ。基本スペックが高い能力者になると自分の能力の細かい抜け穴のチェックを怠るやつが、彼にボコボコにされるパターンだな。ほら、手伝ってやるからバスルームに来い。機材関係ならそれこそお前の体のどこかに痕跡があるかもしれないけど。ほらほら、徹底的に調べるぞ。ちょ、バスルームって、あ、待って待って、一人でできる、待ってってば。頭の中いじくられている今のお前じゃ異変を素通りするようプロテクトをかけられているかもしれないだろう。スカートも徹底的に調べると言っただろう。あの、下着も。はいはい、まずはそのラインで勘弁してやるか。私は背中の方を調べるから、前はそっちで勝手にしろ。分かったわよ。それにしてもお前本当に中学生なのか？予想よりも肌は磨いているようだけど、何を使っているんだ？まあ、背中を変な風になぞるな。あったぞ、首の後ろだ。何かが張り付いているけど、いや、これは刺さっているのか？動くなよ。首の後ろから何かがツルツル抜かれて、何これ、長、そんな長いものが体の中に。取れた。つまんだ部分は数ミリのプラスチックの塊だが、髪の毛より細い繊維がざっと20センチ以上はあるな。こんなものが首の後ろから上に伸びたのか下に伸びたのか、どちらにしても寒気がするわね。さっさと服を着ろ。統括理事会のブレインの力でこいつが何なのか調べてやる。おそらくこれだ。ストロビラ。ハチクラゲの成長過程の一つから名前を取っているらしいけど、能力開発に強く関係する脳をいじらずに、それでいて人間の精神を高精度で操るための基礎研究理論。このストロビラを開発した研究機関周りなんかを洗っていけば下手人にたどり着くこともできるだろうけど。そうね、それについては純粋力で感謝しているわ。でも実際に私の体にこいつがあったっていうことは。ああ、あまりこういうことを言う趣味はないけど、ストロビラかその亜種が装着されていた以上、お前の記憶や言動の信用度はかなり怪しいと見るべきだけど。はあ、胸の中にしまっていた思い出は全て嘘だった。上条トーマとの過去が欠片も存在しなかったなんて。どうする？ストロビラが外れた以上、お前はすでに黒幕の思惑の外にいる。当面最大の危機は脱しただろう。進むか引き返すか、自分で選んでみたらどうだ？そうね、これから先のことは自分で決めてみるわ。